こちらは地域ミニデイ。ご近所の皆さんとみんなで健康で楽しい暮らしを送ろう、そんな目的のため区内各所で行われています。今日のテーマは歯とお口の健康を守る。そして今皆さんが取り組んでいるのは健康体操です。口を大きく動かし、唇やベロ、喉を動かす力を鍛えます。こうしたお口の働きを守る取り組みを口腔ケアと言います。実はこれはとても大切なこと。お口の働きの衰えは生きる上で大事な栄養を取る、気持ちを伝えるなどの力を失うことにつながるのです。さあ皆さんもお口の健康に取り組みましょう。口腔ケアで元気はつらつ。口腔機能の低下が健康にどんな影響を与えるか、江戸川区歯科医師会会長の斉藤先生にお話を伺いました。食べ物を食べる、あるいは飲み込む、そしておしゃべりをするということは、いろんな口の機能が働いて初めてできることなんです。加齢とともに人はだんだん手足などが衰えてきます。口腔機能も同様に衰えてくるんです。滑舌が悪くなってくる、また食べこぼす、むせる、そのような症状を放置しておき、だんだん進行してきますと、いよいよ食べられない、飲み込めない、そして低栄養を招き、体力がどんどん落ちてきます。また滑舌が悪くなるということは、会話することも減って、社会活動が低下していきます。このように社会に参加することがだんだんできなくなってきて、健康のドミノ倒しがいよいよ始まるわけです。食べる力の低下は体力の低下、やがて社会性の低下につながります。さらに唾液が減るため、細菌が繁殖しやすくなります。そして繁殖した細菌が全身の病気に悪影響を与えることが明らかになっています。口腔の健康を保つことは全身の健康にすごく影響があることなんですよ。体力が落ちてきて、食事はまっすぐ食道に入っていかないで気管に入ってしまう誤嚥性肺炎、あるいは窒息に至る場合もございます。日本人の死因の第3位、肺炎。そして熟年者の肺炎の7割は誤嚥性肺炎とされています。飲み込む力の低下と細菌の繁殖が相まって、その危険性が高まるのです。そしてこの予防に口腔ケアが極めて重要ということも分かっています。口腔機能の衰えを早期発見して、これを改善する必要があります。今年度より江戸川はつらつチェックという、飲み込む、食べることに特化した検診が始まりました。ぜひ受診をしてください。その江戸川はつらつチェックは、区と歯科医師会が協力し、今年度から始まった新しい取り組みです。お口を健康にして、熟年者の健康の維持増進を目指しています。対象は65歳以上の区民の方すべて。費用は無料です。口の機能を健康に保つことが介護予防や疾病予防につながります。しかしお口のわずかな衰えは、ご自身ではなかなか気づきにくいものです。また気づいたとしても、それだけで歯医者さんを訪れる方はまだ少ないでしょう。江戸川はつらつチェックは虫歯や歯周病の検診ではありません。熟年者の皆様のベロや喉などの健康状態を確認する検診です。まずは問診により健康状態や咀嚼能力などを確認します。
口腔診断では歯の状態や口の中の綺麗さ、乾燥などをチェックします。それではやってみましょう。そしてこれは発音のチェックです。5秒間タタタタタと細かく繰り返し発音し、30回以上言えればベロが正常に動いているということになります。この検診で皆さんのお口の健康状態がわかります。口の機能の衰えがあると要介護となる確率が2倍以上あることが最近の研究で分かっています。区民の皆様の健康長寿のために江戸川はつらつチェックをご活用いただきたいと思います。またお口の健康を維持していただくために健康体操を行うことをお勧めしています。江戸川はつらつチェックを受け、ぜひ健康体操を習慣としてください。それでは健康体操をご紹介しましょう。今回は5つある体操の1つ、パタカラ体操をやってみます。パタカラ体操では舌を動かし、食べ物をスムーズに飲み込む力を鍛える効果が期待できます。パタカラ。パパパは口を閉じた状態から大きく開けて声を出します。タはベロを上顎にしっかりとつけて発音しましょう。カは喉の奥に力を入れて喉を広げるように声を出します。ラは舌先を丸めて前歯の裏につけ、そこから伸ばします。同時に手を動かすことでベロを動かす意識を持てますし、ちょっとした脳トレにもなりそうです。パタカラ、パンパンパン。今回はパタカラ体操をご紹介しましたが、他にも胃がん効果も期待できるあいうえお体操やベロ体操、唾液を増やすことのできる唾液腺マッサージなどがあります。健康体操を続けるとこんなにたくさんの効果が期待できます。ぜひ毎日の習慣にしてください。健康なお口でいつまでもおいしく食べ、おしゃべりをして旅行にも行きたいですね。そのためにはぜひ毎年江戸川はつらつチェックを受診いたしましょう。そして健康体操をしていつまでも元気ではつらつな毎日をお過ごしください。お口の健康を守ることは生きる力を守ること。いつまでも楽しく会話し、食事をおいしく食べることができる、そんな豊かで生き生きとした暮らしを口腔ケアで目指していきましょう。番組でご紹介した内容についてのお問い合わせ先はご覧の通りです。